俺の邪魔をするな。カツを入れてやる。僕の番だね。待たせたな、カイト。はた、無駄話。ああ。俺の邪魔をするな。おっと、俺の番だな。強くなる約束だ。邪魔をするな。カツを入れてやる。やっと私の番だね。危なっかしいな。
ならば、危ないよミノル。下がファルコモンがファル俺が不安に負けて八つ当たりしなければ怖さ。ごめん、謝るのは俺の方だ。ファル、お前は心を入れ替え不安を最後に信じきれなかったのはもう一度私が動こう。俺の邪魔をするな、カツを入れてやる。ここは俺だな。どんな風に行動する。
私が動こう。俺の邪魔をするな、カツを入れてやる。ここは俺が行く。ここは俺だな。出るのか。君は。ちょっと、どこに行くつもりなのよ。どうするつもりだ。まだやるというなら、容赦はしないが。覚えておきなさい。次。あいつ、西の方角に逃げていく。じゃあ森の向こうに工場みたいなものが見えるでしょ。敵のいる、うん、お兄ちゃんたち、お姉ちゃんを助けて。いいのいいの、当たり前だって。仲間、俺格好悪いな。ミノル、ファルコモンが帰ってきてくれたのは正直ほっ、結局強くなんて全然。格好悪いのは俺も同じだ。信じろなんて偉そうなことを言いながら、俺がファルコモン自身を。どういうことだ。俺も不安だったんだ。ロップモンが習字にしたように力及ばず、クネモンのようにミノルを守れないまま消えるかもしれない。自分が何者かわからない。どうなってしまうかもわからない。それなのに、ミノルのそばで悪い進化を遂げてしまう。そうだ、それが怖くて。じゃあ戻れない理由を言え。ああ、同じ理由だ。こんなこと言ってしまったら、それでもいいから戻れという話にしかならない。ミノルを守るために黙るしかない。俺はそう思い、俺もミノルと同じように。ファルコも、俺、目を閉じるたびに頭の中をよぎるんだ。リョウやシュウジさんの最後が、あの霧の手に飲まれたらどうなるんだ。そればっかり考えちまって。怖くて怖くて、いつも軽口を叩いて冗談ばっか言ってても。でも、生き延びたいなら、弱虫なままじゃダメだって分かってきた。間違ってるかもし、自分で戦えなくたって弱いままでいていいわけじゃないんだ。ファルコも、やっぱり俺、お前を信じるよ。
お前と一緒に生き延びるために。だから俺のことを助けてほしい。頼む。わかった。俺もお前と俺自身を信じる。初めて会った時の誓い通り、お前を助け守ってみせよう。ファルコモン、やった仲直りだ。おめでとうミノル君、気持ちが届いてよかったわね。ありがとう。せっかく仲直りしたんだもん、握手しなよ握手。私たちも仲直りの時にはしたもん。そうそう、これからもよろしくな。そうじゃだな。早く帰ろうぜ。こいつらにもたまには。怒んなって。みんなもそうだね。タクマ、考えてたら早く休むべきなのは分かってるんだけど、すぐに。ダーン！わっ！驚いたよ。いつの間にそこに。普通に入ってきたわよ。でもタク、知ってる？あんまり考え事ばっかりしてると。それはまだ早い。だったら早く寝なさいよ。頭使ってるだけでも疲れは。でもな、タクマは疲れてるのに。なんかちゃんと頭をお休みさせないからよ。頭を空っぽにする努力をしなきゃ。頭を空っぽに。何かの数を数えるといいって。じゃあシャコモンの殻にある歯を数えよう。一本、二本。効き目すごい。ほら言ったじゃない。タクマも寝転んで何かを数えてみなさい。うん。それにしてもよかった、こんなに早く眠くなるなんて。タクマの顔を見たら安心したのか。え？おやすみミー。じゃあ私はミウを連れ。うん。僕らも寝ようか。うん。僕。さて、ほう、アルケニモン、巫女はどうなった？それは、ですがその、激しい抵抗にあって取り逃がしたというわけか。敵は私の策にかき乱されていたわ。ガルルモン、策とやらに手抜かりがあった。それだけのことだろう。作戦をめちゃくちゃにした奴が責任をこっちに押し付けるわけ？子供たちの心を追い詰め、借りやすくして。言い訳はいい。ニエを集めるのも確かに我々の使命だ。そしてあの子供た、しかし我が主は巫女を切に、どのような手を使っても構わぬ。巫女をここへ連れてくるのだ。失敗すれば次はない。わかったな？はい、必ずや、必ずやミコを連れて回ります。おはよう、タクマ。タクマが一番寝坊好き。こんな張り詰めた状況で熟睡とか、大物だなお前。ミノル、おいおい、何寝ぼけてんだよ。ほら言ってみろよ、今日は何を。地下水路を渡って、そこを調べて。まあ詳しいものってのは大方今まで俺たちを襲ってきた敵。うん、だから
よしよし。それで眠気覚まし、飯の時間までは自由行動。そっか、だったら寝ぼすけが起きたよってお知らせも兼ねて。いいんじゃ、朝ごはん。うん。ヤタガラモン、俺には引けぬ理由がある。俺に任せておけ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 。くらえ。
俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。俺に任せておけ。私が動く。俺に任せておけ。喰らえ。私が動く。ここは俺だな。どんな風に行動する。力も上乗せしよう。
に任せておけ。続けていかせてもらう。三日月の神。解除完了だ。教授、どこかへ行くんですか？ああ、祠にな。祠って獣神の？そうだ、大事な局面だからこそ出発前に改めて調べておきたいのだ。例えばアグモン、
元の世界の壁画には君のことが書いてあった。僕の？つまり敵。そうだ、もっと言えば、だがそれでも確かめて教授。ああすまない、朝食はもっ、それじゃあ、おたくま。そうだね。ごちそうさまでした。さてバナナとか持ってっていいのかな？おやつに入る？緊張をほぐす。バナナはおや決戦。そうだね、今までのアルケにも戦いになってもいいように。そうよね、はあ、グダグダ言ってても仕方ねえだろ。そうだね。はいはいはい、今日俺仕方ない。僕は了解。んじゃあ先行くけど。あれ教授がいどこ行っちゃった？これ教授は、ん？もしかしてもう集合時間だったか？いやすまない、祠の中、つい中をの。これはこの階にも壁画があるんですね。ああ上の階の壁画よりも抽象的な。でもさてな、単に見落としていただけか。
それとも誰、ここ最近の出来事。教授、教授、そういえば。ん？ああ、教授、昨日ハルと話していたこと。は、すみません、昨日だん。ああ、そういう。そもそもどういう。何分だいぶ昔のことだ。はっきりと思い出せるわけでは。だが、あ、わか。今の花さあ。え、し、お、わ、ど、わ、え、そ、人、私、ふ、う、今日、昨日、わ、え、べ、あい、か、そ、し、わ、た、の、し、きに、こ、これは、い、お、し、そ、あ、あの、私にも何が起きているの。この記憶が何。私はなぜだ、わからない。私と姉にそっくりな二人、彼らは一体。教君も見たのだろう、団地の部屋で私とハル君が話しているところ。あの様子では大人、記憶が。はい、みんな。ああ、教授も何。すまなかった。ま、ごめんごめん。じゃあ昨日の行きますか。うん、ドラクモン、敵はいるか。全然だ、影のだそうだ。ドラクモン、敵がいる。警戒はここまで。わか、このシュウジさんが死んじゃっ、さっき、そうね、嫌な気だから大丈夫よ、私たちは昨日とは違うもの。同じことがあっても惑わされたりしないわ。そうだよね。ここまで敵とも会ってないし。ああ、うんうんうん。あれ、え、じゃあこんな状況でも。どこを見てるのか、あんたたちの。こいつ、おいおい、確かに道の先にはいなかったぜ。どんな魔法を使いやがっ。あらあら、その子を一方的に攻め、私が歩けにもとうとう。ちょうどよかったわ。こっち、のこのこ捕まりにやってくるなんて。なんておバカさんたち。ここさせるか。み待て、アルケニモン、お前たちの狙い。あら、失言。あんたたちが変に。私たちのせいにしないでよね。自分が悪いんじゃない。一方的に襲う。こ、すぐに。これまで、そんな。いきなり出てこられたのにはびっ。でも私たちはも、何なの。もう後がないっていうのに、これ以上おしまい。何もかも自分の命のため、世界のため。お前たちの目的を。タクモ、歩きにも相手に。こ、し、静かに。僕が注意を引きつけるから、その隙に逃げる。え、でもこんなところに居続けたくないって言ってたのはサキたちだろ。歩きにもは強いんだ。もっと有利な状況を作ってから戦うべきで。打ち合わせならもっと早くしておくべ。やばい、来るぞ。か、
あの光の時間よ。任せておけ。俺に任せておけ。
てめえ。子供は単純で、私の何？いけない。そうは標準素手で敵。私は大丈夫。急ごうぜ。ああ、たっぷりいたぶってあげる。俺に任せておけ。